トールギスです。装甲も硬いです。火力も高いです。機動力はすごいですに対する反応集をお送りします。なのに誰も乗ってくれません。所詮旧式にロボ犬はないということなのでしょうか？こんなことを言っていた私にも理解のあるカレ君ができましたハートが、本編だよねなお、銃の通りにカレ君には捨てられた模様。ついでに、一個下の妹は完璧飛行士と最後まで添い遂げ、末妹は最新型と遜色ないアップデートを施された上でカレ君のパートナーになるかわいそう。君がいろいろ強い版のかっこいいズダだからじゃないかな？過剰書きマジックやめろ。物には限度があります。機動力がすごいこれが一番の問題すぎる。トップスピードもさることながらゼクスのセリフの通り減速などの制動性に加えてそこからの加速が殺人的すぎる。君のステータスは綺麗な行してないんよ例えるなら全方位に尖ってるイガブリなんよ。乗った人がどうなったか教えてください。スペックが足りないと言って乗り捨てました。まあでも機動力出さなくても硬くてパワフルだからそこはね。お前をデチューンしたリーオーが傑作機だからな普通のやつはリーオーで十分なんだ。ガンダムが出てきたり MD が普及したりビルゴが量産されるまでリーオーで抵抗できなくなるような相手って出てこなかったしね。これらが出てきた後でもモブパイロットをトールギス乗せればどうにかなるってわけでもないし、やっぱりオーバースペックというよりパイロットの安全性を欠いた欠陥の印象の方が強い。火力欲しい時はリーオーもドーバーガンは使えるから十分なんだよね機動力と装甲のために安全性を犠牲にできるかって話になる。時代が早すぎたんだ仕方がないでもちゃんとパイロットができて3まで作られてよかったやん。スレガには致命的な弱点があるパイロットが生身の人間ということや。っていうかガンダムが大暴れした後割とすぐに高速機動ガンダニウムにも有効なビーム砲を備えたトーラスが配備されたから。ガンダム対策って面でもトールギスが有意義なものだったかというと、トーラスなりウイングなりトールギスと遜色ない機動力や加速性能のモビルスーツだってあるけど、そっちでトールギスみたいに殺人的な加速に振り回されることはなかった。問題はブースター性能ではなく操作性なのでは。ガンダムパイロットたちは常識的な人間より対 G 性能が高いことが劇中ではっきり言われているし、少なくとも人間が乗っている限りは、トーラスが機動性においてトールギスと遜色ないかは怪しい。正直、あまり当てにならなそうではあるものの、アビリティレベルでは近距離遠距離の武装に関連する2項目以外では軒並み高水準なのがトールギス。トーラスですら、機動力では水を開けられている扱い乗れる人間がいればね。いや、トーラスは MD 機体だからめちゃくちゃ機動力なんだ作中で人間が乗っても平気そうに見えているのは、エンドレスワルツでノインさんが乗りこなしているからそう見えるだけで、トーラスも変態機体なんだ。これのスラスターと腰サブスラスターかなり劣化して搭載したエアリーズですら戦闘機動で真っ赤にを出せるわな。クシーガンダムですらミノクラによる最大加速状態でいけるけど、戦闘しながら真っ赤には出せねえよ。代わりに宇宙世紀はミノコのおかげで力場制御は得意だから木星とかで帝国作れるのは本当にすごいよ。見ててもよくわかんなかったんだが、トールギス以降の機体は G の負荷が出てないからギスより速度負けしてるのか？それとも G を抑制するシステムが発達してギス以上の速度を発揮できるようになってるの？出てるぞトーラスの加速度は 8G スーパーバーニアは 15G。これが最高加速じゃなくて瞬間加速なのがね方向転換の度に進む方向と逆向きの G が常時このくらいかかるっていう。それでも常時最大加速よりマシなのかトールギスは割とジグザグ飛行で調整してるっぽいけど。運動性おかしなことになってて笑うわこんな軌道。なんでモビルスーツがゲッターみたいな軌道してんの？震え。超人じゃないと乗りこなせない性能含め実はこいつゲッターとか実は博士6人サオトメ博士で7博士だったとか。ってことはウィングゼロは多分トールギス以上の速度だと思うんだけどゼロはギス以上の G の負荷があるのか？ウィングゼロはあらゆる性能がトールギスの上位互換なのではい。ちなみにコックピットが一応対 G 強化されてるのとゼロシステムで通格欺瞞して、G で臓器や眼球が潰れても脳と心臓が動いてる限りは戦闘に支障はないから安心して戦えるよ。ウィングは量産機の水準が高い逆に言うとガンダムやワンオフが言うほど圧倒的じゃない。重機程度なら圧倒できるが一定の物量を超えると積む程度このことからエンドレスワルツの一人を重機を無力化がどれだけ無茶なことがわかる。新型のサーペントなんてほぼヘビーアームズだしな。あなたの気持ちはよくわかります辛いですよね。すごい勢いで突っ込んだのに機体が無事なのはすごいよ。まあ統一連合の設立目的が強大な軍事力を抑止力にして当時多発していた国家間紛争をやめさせることなので。
強すぎる兵器を作っておけば誰も戦う気を起こさないので結果的に使わずに済むという理屈もわからなくはない。もうちょっとスペックの欲しいクロートにはグライフもあるしな、物好きしかトールギスには乗らん。本編前に利用だか起動オプションとか31もあるし、本編時点なら最新鋭で超音速余裕のエアリーズとトーラスもあるから、タイガンダムとしても数で攻める分にはトールギスとかいらんのよね。なおエースパイロットに合わせてリオをチューンしまくった結果、リオの開発者からは、そんなにスペックを上げたかったらトールギスでも作ってろとキレられた模様。走行硬いです、火力鬼です、機動性も高いです、絶対勝てます。なのに誰も乗ってくれないどころか、最近まで作られませんでした。どうして？まずはそのトンチキシステム外してから言え。過剰火力もいらんからドーバーガンあたりと持ち帰ろ。そんなトールギス君を乗りこなせるパイロットがいなかったから、それを反省して強制的に乗りこなせるパイロットに仕上げれるようにしたのに。中の人間を保護するシステムを開発してから言ってくださいねって感じ。あるいは強化人間とか、まあ一部のおかしい奴らはこれでも足りないとか言って乗り換えるけど、中の人間の保護、風呂システムで G を感じないようにしよう。9. 走行と機動性を両立するにはどうすればいいですか？ええ、重装甲機を作って機動性を担保できるまでバーに集めばいけます。パイロット追いやめろバカ。あと追いだけど、スパロボのアルトアイゼンのコンセプトがこれなのよね。あっちもだいぶクソ機体寄りのコンセプトの上に飛べないけど、普通に使える飛び道具持ってる分トールギスの方がはるかにまともな気がする。20年前の時点ですでに人間の限界値に訴える性能のモビルスーツが存在して、その性能をどれだけ実用的なラインまで削るかがスタートラインなんだよな、ウィングのモビルスーツって。そもそも AC 世界って他世界と違って身の粉やらでの既存兵器類の使用の制限とか全くない中で、半ば趣味であえて人型にして、あわよくばそれで既存兵器に勝つのを目指したからな。その結果がトールギス以降となった。あの5人ハワード、どんだけやべえ人らなんだって話。宇宙世紀で言えば RX78 ポジションだからね、仕方ないね。どっちかって言うとザク1じゃね？昔 SD ガンダムの戦略アクションゲーで必要生産技術力がマジでザク1と同じ最低値に設定されてたのよな。コストは運命の定が作れたら性能でお釣りが来る。乗れない奴が悪い。ゼクスは別に強化人間でもなんでもないんだからな。無茶言うなよ。ゼクスの副官やってた夫すらトールギスのテストパイロットやったら骨と内臓やられて、文字通り瀕死状態にされて、ゼクスも初乗りの時は死ぬな。このままで張ってなったモンスターマシンやぞ。強化人間ではないだろうが超人ではあると思うんですが、他の人間が緩んどるだけじゃないのかね君。100メートル9秒台で走れる人間がいるからって全員が9秒台で走れるわけじゃないんすよ。耐G性も高い人と低い人がいることをご理解いただけると、量産機の水準が高いから0とエピオンレベル20システム過剰レベルの火力が無双するには必要なんだよね。まあ一応ギスさんも過剰火力持ってるから無双はできそうだけど、でもやれるならやってみたいですよね。全ステータスぶっぱ。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ハイネ専用デスケに行って作動なのに対する反応集をお送りします。なんで未だに倉庫版なんだろうね。せっかく高性能なモビルスーツなんだから再調整してエースパイロット乗せればいいのに。政治的な理由じゃない？デュランダルのデスケニープランの象徴的機体だし。ああ確かに、ていうかそうなるとシンザデスケニースペック2で出撃したの実は結構まずかったのでは。海賊が乗っているのでセーフです。デスケニープランを採用したコーディネーター国家であるファウンデーションとアコードに対して、デスケニーが立ち向かうデュランダル議長はこれを否定してますという意味になるので、残党を黙らせるのにも使えるから好都合ではある。ラクスたちコンパスが使うと、亡きデュランダルのデスケニープランの旗印を使う意思を継いだと難癖つけられる可能性があるのでよくはない。まあワンチャンファウンデーション事変を経てデスケニープランの旗印として建造こそされたが、実際はデスケニープランの暴走を止めた機体として再評価されれば、新専用の次世代機としてデスケニーの性能をベースにした新型機作っていいんじゃないかって話が出てくるかもしれないくらいかね。シードフリーダム以後の評価は、フリーダムやジャスティスだってもともとザフトの象徴として建造されたのが横流しなり離反なりされた結果別のイメージで塗り替えられた機体だし、見てなアイモジャやライフリと同等技術で作られた可変式デスケニー。ナチュラルに正義の鉄槌を下し、コーディネーターの真の自由を勝ち取るだったっけ命名の由来。
こういう背景ならしゃあないよね。エースパイロットでも乗りこなせる奴がいない。作られた時期的に核動力機だからまずいとか理由なら山ほどありそう。機体の外見だけでも変えてお出しすれば？あの世界ならガーベラテトラぐらい外見変わってればバレないっしょ多分。ズゴックの中に忍者仕込める世界だしな。でもそこまでして旧式の機体使いたいかってなるとうん。旧式言うても次世代に通じるサードステージ最強のモビルスーツやぞ。ブラックナイトスコードの機体がシードフリーダム当時に量産一切考えず作られた超最新鋭機体だから相対的に建造年代的に旧式になったってだけで。作られた世代的にはちょっと古かろうが決して性能まで見劣りしてたわけじゃないんだよな実際。その結果が新座シード割れする前から手玉に取られてた4バカなわけだし。いやデスティニー VS ブラックナイトスコードのシーンよく見るとデスティニーよりブラックナイトスコードの方が素早かったりとデスティニーよりブラックナイスコードの方が明確に優れてる感じの書き方されてるから案外シンが乗ってきゃきついかもしれん。シンルナでデューする前にデスティニーの動きが控えめだったのはインパルスにデューするためにエネルギー温存してたから説もあるからそこはどうだろう。デューした後に光の翼とか分身バンバカ使うようになってから動きのキレが良くなってた感じあるし。デスティニーとインジェとストフリが各々のパイロットと対面したシーンでこれでもブラックナイトスコード相手には心もとないって言われてたし。ブラックナイトスコードとの性能差は結構でかいと思う。デスティニーの場合は機体の運動性を高めるために可動部の走行を細分化してスライドする機能が備わっている。側走行を変えるとこの利点を失うことになるので運動性が下がるな。象徴的な意味でフリーダムの横はジャスティスって名前の付け方だろうが真に託す機体名にしたくてもディスティニーはコンパスでは無理だよねって言われたらその通りとしかね。あくまで想定されてただけで建造はされてないんだろそもそも真のディスティニーできた頃にはもうハイネいないし作りる意味ない。いや建造はされてるぞ。完成直前にハイネが戦死したからザフトで倉庫版してる。どうやらザフトの精鋭を集めたデスティニーだけの舞台コンクルーダーズを作る予定だったらしいハイネが戦死したからこの計画も白紙になったらしいけど。シードフリーダムまで残ってるの確定したの？運命時に建造されても議長が負けて以降も維持されることはないと思ってた。バラされるか真のデスティニー修理に使われるかジャンク屋がパクるか。バラされるか真のデスティニーの修復に使われた派ありそうだな。さすがにザフトの兵装保管庫にジャンク屋が侵入してデスティニー盗んでくるのは考えづらいけども。そもそも現存してないんじゃね？真のデスティニーがシードデスティニーラストであれだけボロボロだったから修復のパーツ取りに使われてもおかしくないでしょ。そもそもこれ操れるやついるのか。シードディスティニーが放送終了した後のプラモのインストで今も目覚めの時を待ち続けていると書いてあるし解体はされてないだろう。メタ視点だと色替えとはいえ何回もプラモ化するくらいには人気のある機体だからわざわざ解体された設定を作って登場できなくする意味がない。そもそもその時代からリアルは20年経ってるし、プラモのインストなんて参考程度で公式設定として見れるか微妙じゃない？ただでさえコロコロ変わるのに。プラモとゲームでしか展開してない MSV ですらない機体だからなぁそもそもの設定がプラモのインスト程度しかないし公式設定なんてあったっけ？そもそも本編のストーリーとの絡みを一切考えずにしかは兄貴の CD 特典オリジナルモビルスーツとして生えてきたついでに設定も、おまけでついてきたポジションの機体だからなぁハイネデスティニー。最近だとアニメにゲスト出演した夜遊びカラーのデミトレみたいに特典商品と連動したりみたいな例はあるけど、あの当時はそういうことやってなかったから後からハイネデスティニーをねじ込む設定的な隙間が考慮されてないかん。公式設定に組み込むにはデスティニーインパルスより難しいんだよなハイネデスティニー。アニメん中で散々真のためのワンオフみたいな印象付けた機体だし。もともとあくまで西川さんがデスティニー好きだからファンアイテムとしてもらえて嬉しいやろなみたいな形だから許容されてるだけで。後付けで公式設定に組み込まれてしまうとデスティニーは真のための機体感が薄れるからモヤモヤするってなる俺みたいな人もいそうだし。ポジション的にはビルド系の設定や数値はビルダーの考えた設定ですに近いもんだからなハイネデスティニー。デュランダル色なくしたいプラントがデスティニーとインパルスごとオーブに渡して修復パーツにされてたりして。なんならザフトのお偉いさんとファウンデが繋がってたからなブラックナイトの基礎になった可能性もあるかもしれん。アコードラにとってはデュランダルは父みたいなもんだし、それの考えたデスティニープラントそれを関する機体も当然自分たちのものと考えるかもしれん。基礎設計の有用と試作機製作時に利用したりとか。ジャガンナーと歯がどっかに横流ししたことにしたらどこへでも出せそう。
パイロットはよりによって真を一方的に恨むあいつかもしれない。デスティニーシルエットを奪われた経験のあるあの人か。わざわざ主人公機の動画滝なんてない方がいいからじゃない？シンが主人公じゃなくザフトのエースってだけなら使えた気もするけど、別に主人公機の動画滝って珍しくもないし、マーク2、ゼータ、F91、ユニコーン、クロスボーン、ファントム、アンカー、ビクトリー、ビクトリー2、GX、ストライクとか結構いるし、そうやって例を挙げられると劇中の戦術としては使わないともったいないけど、メタ視線でのヒロイック的作劇として主人公と同型機が味方陣営に複数いるのは具合が悪いんだろうな。つく早期に主人公機以外は使い物にならなくなるか盗まれる。すべての作品見てるわけじゃないけど、後期主人公機がアニメで2機以上いたことってある？ストライクは前期、ユニコーンは見た目が結構違う。アニメ作中で登場したか否かで言えばデスティニー含めていないはず。ビクトリー2のコアファイターが2機いるくらいか？ビクトリー2。コアファイターが2機あるだけじゃないの？ウッソが使ってるのは最初に出てきたトップとボトムじゃなくてオリファーが特攻する前に渡したパーツのはず。ビクトリー2は2機配備されたけど速攻で自爆に使われて爆発し、3主人公ウッソの合気1機のみで最終回まで戦い抜いた。後期主人公機がそんな扱いなのか。確か、オリバーさんがアドラステアに自爆特攻したんじゃなかったかな？地球クリーン作戦で地上の人間を引き殺そうとしたのを、特攻することによって数日間遅らせ、その間に多くの民間人を避難させることができたとか、そんな話だったと思う。かなりうろ覚え、3機目以降が作られなかった理由は知らない。予算とか資源の問題かな？今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ワクワクさんですか？に対する反応集をお送りします。マジかよ。これ組み上げるのに何時間くらいかけたのか参考までに知りたい。ヤクルトの容器をエネルギータンクにするのが得意そうな伝説のビルダー来たな。メガネもあるし OP のハサミもあるしでセンス良いな。普通に上手くて素晴らしい。センスの塊がすぎる、すげえ。クラフト感あるなぁ。 CG なのに不思議だ。ハサミも鋭利じゃないから工作で作ったハサミっぽさ出てる。戦闘が不向きそうで好き。むしろサワンの鉛筆でマーキングしたところをハサミで切り刻むから殺意に溢れてるんだよな。なんで二次創作特有の悪ノリワクワクさんを公式がやってるんだよ。ゴロリ作るやつ絶対に現れるだろ。3の方だけどゴロリ見たことあるわ。デナン系を主軸に置くとはなかなかお目が高い。すげえガンブレ、全然知らないけどすげえ。よく見たら胸ポケットまで再現してる。ほんとかなぁ？が口癖の AI 積んでそう。ワクワクさんはロボアニメの主人公したことあるからな。濡れ場もやってるからな。これワクワクさんなの？メガゾーン23という作品の矢作翔吾ですね。途中から違う声優にバトンタッチしましたが。シザースウェポンは癖が強いが決まれば強いぞ。そのハサミリグコンテオみたいに飛ばしてくるんじゃ？何？ワクワクさんの機体は可変バイクではないのか？いやだよ、ワクワクさんがアドラステア乗って俺たちの機体バラバラにしてくるのガンブレ2並み感。ハサミが切り刻むというよりペシャンコウにする系にも見える。でもペンチというには厚みがないからやっぱりハサミかな。挟んだら切断できそうだ。庶民代表みたいな雰囲気なのに貴族主義者だったなんて失望しました。ゴロリのファンやめます。ガラすごくない？このハサミ元からある武器じゃなくてまさかビルダーズパーツ使って自作したのか？すげえなワクワクさん。イージスのやつだな、発想がおかしい。ワクワクさんといい、福さんといい、こういうセンスあるの出されるとなんか自分のセンスのなさに心折れそうになる。福くんこんなイケメンになってたのか。仮面ライダーで準レギュラーやってたのは伊達じゃないぜ。思い出のガンプラのパーツを集めたで、東卓の腕使ってるから SD もちゃんと買ってるんだな。思い出があるガンプラのパーツだけでじゃなくてマジエだから全パーツの元キットにゆかりがあるとは限らんよ。青、紫、獣っぽい型の造形でジーンがよぎったのは俺だけじゃないはず。形はともかく色はコメント的に確信犯っぽいんだよな。ガンプラって本当に自由だな。もしかして89型ってワクワクの枠ってことか？そういう細かいこだわりすこやで。最初はただのタレントさんだけど昔からものづくりは好きだし、プラモブームの世代だしで基礎はあって教師目指してただけあって教えるのは上手いし。落語研究会してたから話もお笑いもそれなりにやれて、そこからワクワクさんで本格的に作って楽しい工作の生きる伝道師になった。培ってきたセンスが違うぜ、センスが。
こう見るとプリセットカラーで一旦色を整えてから細部を塗り分けるが主流になりそうだな。実際 ONT でもやったけど便利だったしな、プリセットカラー。レッドキャップの帽子の色は返り血の色です。実物のガンプラで俺ガンプラ工作するワクワクさんの動画が見たい。ワクワクさんがニッパーでランナーからパーツ切り離してるとかいう幼児向け番組ではありえない絵面だけでもう面白いやつじゃん。ワクワクさんにそんな過去が知らんかった。アナハイムで今日は熱って狂気のモビルスーツパーツをワクワクするワクワクさんだ。ワクワクさん今日はコスモバビロニアの貴族主義社会をこのコロニーの中で作っていくよ。今回は以上になります。続いてはガンブレ4は PS4 とスイッチのどっちで買うのかみんな教えてくれよに対する反応集をお送りします。わしは悩んだ。グラフィックは落ちるけど結果手軽にできるスイッチ版を買おうと思ってるんだ。一緒にやりたい友人がスイッチしかオンラインできないからスイッチにするのん。当然めちゃくちゃ PS5 PS5 テストプレイでのグラフィックの差はどうだったのか教えてくれよ。やっぱり PS と比べてスイッチはひどくて目も当てられないレベルなタイプ。ほらよ、まあさすがにむちゃくちゃ差はあるけど単体で見るなら許容できる人も全然多いんじゃないすか。わしも寝っ転がってしたいからスイッチ買うのん。画質とか滑らかさ気になるならプレステでいいと思われる。アザースガシってやっぱり悩むっすね。わしは PS5 とスイッチでどっちもやったんだよね。個人的にスイッチは運だったから PS5 でやるつもりね。もちろんステイム。限界までステイム。ほいだら参戦してほしい。期待でも教えてもらおうかーん。わしはマックスターに参戦してほしいんです。シャックル同盟の獅子で作り上げるシャックルガンダムを完成させたいんです。ダブルオースカイアースリーその他色々なコアガンダム系。レオパルド。グリムゲルで。グリモアって PV 出た時は思ってたけどレッドベレーが出るからそっちのカラーいじって満足するのん。ゼルトザーム腕じゃなくて顔がね使いたいのじゃよ。ファントムムフ実装されたら色変えてゴーストガンダムにするのん。ズゴックシードフリーダム。処理落ちしないならスイッチの方を買おうと思ってるすけどそこら辺はどうなのか教えてくれよ。ずっとじゃないだろうけど、処理落ち自体はあるんじゃないんすか？エフェクト結構あるから特定のタイミングは処理落ちしてるとかはあると思うのん。バーザム2参戦待ってるよ。携帯機モードの誘惑に抗えなかったのが俺なんだ。ダハックよこせプランダーと4本のビームサーベル使わせろ。ゲルマン忍者、ナラティブ、シナンジュスタイン、フェネクス NT、そして俺だ参戦させてもらうぞ。スイッチ版を買おうと思って久しぶりにスイッチ動かしたら携帯モードで時々動かなくなるんだよね。他のコントローラー接続したり無線だったら動くんだけど直し方を教えてくれよ。他のコントローラーで動くならコントローラーの故障だと思われるが、スイッチのコントローラーはもともと故障しやすいから新しいの買うか修理に出すといいのん。いや、言い方が悪かった。他のコントローラーでも携帯モードにガッチャンコしたら時々止まるけど無線モードなら止まらないんだ。そうなってくると本体側のコントローラーとの接触部分がおかしくなってると思われる。やっぱり修理に出すべきだと思われるが個人でいじると修理対象外になるんすよね。今修理に出すとガンブレなかなかできないっすね。ありがとうな。悪いね。私はガンブレ4のためにスティーンデックを購入したんだよ。シャークガンダムフラウロス出番は少ないがモバイルにも出てるし純最新作の主人公チームの一気だから出てほしいですね。もちろんめちゃくちゃ PS5 で買ってピースポータルで遊ぶ。ガンブレはリモートできなかったはずだけど大丈夫か？あれ4だとできるんか？あれ？普通に4はリモートプレイ対応って書いてるっすね。ハイフォーはリモート対応してますよ。ニコニコ。スイッチ版を買うつもりなのは俺なんだ。取り回しが最強なんだよね。すごくない？今持ってるのがスイッチだからスイッチで買うのん。何っすでにセールで購入した未来人がリモプできなかったって言ってるのん。もちろん PS5 極限まで PS5 クククオシのダブルゼータを改造して最強俺ガンプラを作ってやりますよ。あえて原作通りの期待で行くのが俺なんだよね。ムッフ他作品のロボを作ってやるのよ。スティーム。待てよ、60フプス出るのは PS5 だけなんだぜ。わし PS5 を予約したけどスイッチも思ってたよりグラフィックいいっすね。スイッチ版は致命的に気になる点がある。読み込み時間や。わしは3をビータでプレイしててパーツが集まっていくごとにアセンブリ画面の読み込みがどんどん長くなっていき、時間を吸われる上にその間もずっと聞かされる BGM がトラウマになった過去があるんだ。もちろん他の読み込み時間もめちゃくちゃ長い。実質キャラクリゲーなのにグラフィックが劣るスイッチでやるのは俺には理解不能。もしかして普通の PS4 ならスイッチ TV と大差ないタイプ？右腕に核を持たせてやねえ、左腕に核を持たせてやねえ。
ブルデスの頭部でイグザムを搭載してヤネイゼロの胴部でゼロシステムを搭載するのもうまいで。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ガンブレ4の新ヒロインがすごすぎるに対する反応集をお送りします。ルナマリアのザフト制服のデザインをさらにけしからん、ま改造したようなのがけしからん。つつましいボディですな。それは前回のナンバリングのヒロインのことを。でもアップルパイくらいはあるよ、この子入ってるもの入ってるよ。ミサの悪口はそこまでだ。アップルパイにはリンゴが入っているけど、ペチャパイには何が入ってるんですか？シリコンですか？それは後から入れるんだよ。紹介しよう、新しい俺の友人とヒロインだ。足とシールドのパーツだけわからんな。シールドは焼くと動画、足はナタクかな？多分。足はウィングゼロ、エンドレスワルツかウィング EW だと思う。胴体がストフリで両手がインパルスか？胴体フリーダム？ストフリ？カリブスついてるからストフリ、あとバックパックは F91。インジャのビームライフルじゃないかな？インジャのライフルだと思う。あれライフルのマウントする部分が特徴的。足ウィングのエンドレスワルツじゃない？ヒロインスレかと思ったら機体のアセンブル解明スレになってる。ヒロインをアセンブルするには情報が足らんからな。今回のヒロインロリっぽいなくらいしかまだわからんし、服はシードのザフト赤服、ピンクのミニスカだからルナマリアイメージかな。腹ビームの方向が楕円じゃなくてカクカクだから、そこだけ見たら RG ストフリなんだよね。まあ HG とも HGCE とも RG とも微妙に違うからきっとそのままではなさそう。多分 MG だと思う。ライフルはパッと見ストライクのかと思ってた。いいんじゃのか。友人枠のタオモさんやモバイルのキャラに比べたら幼そうだから、今作の主人公チームは主人公も含めて中学生あたりの年齢になるのかな。そうなるとリンは中学生で、これなら将来有望そうですね。何がとは言わない。まああくまでアバターの見た目だから本来はもう少し上かもしれない。ああいうメタバースとか中身30代のロリアバターとかもいそう。声はフェルシーちゃんか。タオかっか？タオ、リン中華系か。ルナマリアのスケベスカートやん、あと脇までもろ見えクソエロ中学生。見たことある名前だなって思ったら、リライズでアシャ、水星でフェルシーやってた声優さんか。ガンブレシリーズだとヒロイン役の人が過去にアニメのガンダムですでに何役かやったことあるパターンって割と珍しいんだっけ。胸がある。ちゃんとアップルパイ詰まってそう。脇汗いくところなくて大変そう。下半身はエンドレスワルツ版のウィングゼロっぽいね。腕はインパルスっぽいけどデザインが斜めってるからアレンジ版ってことになるんかな？クローズドベータやった時の記憶でうろ覚えなんだけど、腕とか頭の角度と大きさと位置のオフセットが多少できた気がするから多分それ使ってる。左脇ら辺に違和感あるような。ヒロインのガンプラの話なら F91 のバックパックのベスバー用レールが脇の下通ってるからそれかな。そういや別にいいけど腕を別々にする機能追加されたのに使ってないんだな。こっからアザレアみたいにどんどん変わっていくんだろうからそこで使うかもだけど。キャラ的におそらくはフェルシーちゃんよりも明朗快活な中の人の巣に近い近い声が聞けるだろうし、戦闘中はたくさん喋ってほしい。今回は以上になります。続いては、みんなが思うガンブレ4に参戦してほしい期待上げてみてに対する反応集をお送りします。叶うかどうかは置いといて願望を語ろうぜ。個人的にはデミバーディングが来てほしい。クロスボーンガンダム X1 フルクロス。リアル闘神でも SD でも良いので、スペリオルドラゴンは来てほしい。本人じゃなくて川で出せそうだし。割と欲しい。俺も来てほしいな。デスティニーと組み合わせたいんだよね。ダブルオースカイもデスティニーに逆移植したいから来てほしいなー。 SD はもっと欲しいなー。アデルとかエイジの量産機系。リゼルはどこですか？キハール、というか TR シリーズみんなかっこいいから全部欲しい。ヘビーガンと G キャノンもだ。グレンキャノンだと？グレンキャノンもだ。クロスボーン X3 ムラマサブラスターが使いたい。レオパルドデストロイが欲しい。ビルドストライクエクシードララクシーガンダムキャリバーンシードフリーダムの全機体。ガンダムエイジ2マグナムエスブバー。ガンダムシャイニングブレイクジムナイトシーカー。サイコガンダムとかクイーンマンサとかクシャトリアとかデストロイガンダムとかデカブツをプレイアブルさせてよ。ガンブラスターも来てほしいなぁ。ガンローダー、ガンファイター、ガンアーマーも当然一緒に。キャトル。ライゴーガンダム。アンカー、リボガン、G の影人とドートレスタンクとガンレックスとジェネラルガンダムと勇気ドラグーンとスペリオルドラゴン SR と、ウィンダム、ヒルドルブ確かモバイルには出てたんだよな。
さすがに水星の機体はもう少し出してほしい、ザウォート欲しいけどそこまで出るのは難しいかな。ミカエリス、頼むディナイアルをくれ。あいつの頭はモバイルの時にどんなパーツにもぴったりフィットした最高のパーツなんだ。SDK がありならフェニックスガンダムとか出てくれんかな。ジンクス4。パーフェクトガンダムとフルアーマーガンダムとレッドウォーリアーをお願いします。ガンブレモバイルに登場した機体が有用できて全部出せるとかならとりあえず大満足なんだ。追加でベルデバスターください。今回 SD 参戦してるし、既存モビルスーツの SD 版キットとかも参戦してくれないかなと思わなくもない。ガンブレにねじ込まずに SD だけで断線みたいな別ゲー作った方が良さそうな気もするけど、サタニクスガンダムゲームでドリルを振り回してみたい。機動部進展概要でお願いします。ダハックとジールシファーかな。プラもあるしガイドラッシュも欲しいけどあいつプラもなかったよな。クロノスとか量産型キュベレイみたいなミキットが出てくれたらいいのにな。ガンプラのゲームなんで。ならばアザムは安泰か。ハイゼンスレイくれ、あいつの足をスケールいじって通常サイズの機体にフィットさせて俺ガンダム作るのが夢だったんだ。モバイルでモデルはできてるし本当に頼む。モビルアーマーもありならクイーンマンさ。デルタカイトとオリスリッターが欲しいです先生。バックパックに点使う予定だけど本当はテスタメントのディバインストライカーが理想的なんだ。ペイネロペイ劇場版をどうか。エクストリームガンダム参戦して欲しい。光るラインが良いんじゃ。ついでにフェイズも欲しい。ナラティブ A から C 全部欲しい。ダハック欲しい。プランダーと4本のビームサーベルを使いこなしてみせたい。戦国アストレイ、フェニーチェみたいなビルド系出て欲しいな。ミカエリス欲しいな。あのイカれた右腕使いたい。ウィンダムジェットストライカー。ゲルググボルテクス。今回は以上になります。続いては、ガンブレ4参戦絶望してしまったに対する反応集をお送りします。あの俺の好きなモビルスーツがジェニスなんすけど、X はねえレオパルドやエアマスターすら出てないってのが泣ける。自分はレオパルド好きなのに。宇宙世紀外だとほぼ主役機のみで寂しいんすよね。時点で好きなのクロボンのディオナなんすよね。あったらビルドパーツとして便利そうだが、ガンプラがなければ参戦が非常に厳しい。それがガンダムブレイカーだからね。現状オリジナル以外でガンプラない機体が来たのはウンドボートくらいのはずだもんね。モバイルならアンカーとかアルバトーレとかマンダラガンダムとか参戦してたからまだ目はある。ダナジンファルシアドラケンイーズさ。キャプテンガンダムとか出てるし、むしろキャプテンはプラモの方を出せ。ガンアーマーもつけてな。偏りが激しい。ジェニスはまずガンプラ出してもらっていいですかね。ビルゴはプラモはあるのに出演してないのでこの辺はもうバンナムのさじ加減なんだ。悔しいけど仕方ないんだ。ちゃんとしたガンプラがあって量産機のリーオーが初参戦するのに、前作から引き続き未参戦の TV 版デザインガンダムウィング勢。正確にはウィングとシェンロンはいるのに残りの3機はエンドレスワルツ版デザインでの参戦しかない。ここだけ前作から進歩してないのが謎。DLC でも次回作でもいい、いつの日か必ず TV デスサイズをベースにした俺ガンダムを作って暴れたいんだ。なんでキュリオスハルートが参戦してアリオスがハブられるやされてるんです。ジェニスのちょうどいいドスコイボディもディオナ系の飾りの顔人よりだが完全な人ではないもビルドで扱いたいし、そもそもの機体自体が好きだから使いたいんだがや。参戦機体リストに入ってなかったグスタフ・カールが広告で使われてたらしいから多分もうちょい増えるでしょ。増える可能性はあるだが、XJ が増えるかと言われると、ドートレスネオ好き。ワイズワラビーがごつくて好き。リゼル C 型どころか通常のリゼルすら出てないってどういうことや。オクトエイプもいいよね。ボス枠でパプーリアとか出ないかな。ガンブレビルド要素があるから人気機体一辺倒ではなく変わり種とかが来てほしいという感情がある。ただズサとかはボーンの都合上難しいというのもわかるけどディオナとかジェニスは別にそこまで難しくないのでな。量産型の大半は宇宙世紀製なのがやっぱりディオナの顔が使いたいんじゃ。言うちゃ悪いがバランスや性能の差とかそんなん見た目が違うってだけで全て封殺してとにかく種類を用意してくれ。ルシーニュもハーフゼータもプラモがないどうしよう。プラモのように売れ行きとか関係ないから追加してくれないか。ああ、X といえばドートレスタンク、あいつが欲しい。あいつはある程度どうでもいいけどガトリング武器腕と正統派のタンクレッグくれ。グリムゲルでください。隠しとかアップデで入れるほどでもないしバルキュリアフレーム同士でモデル有用してバリエーション増やすのもなさそうなのがな。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価チャンネル登録コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
ガンブレ情報局発売前夜祭が開始されるに対する反応集をお送りします。楽しそうな方々。じいさんガンダムいるのか。小安さん言うなう。ごめん、にわかなんだけど沖あゆさんってガンダム作品のどの役で出てたっけ？とりあえずガンダムウィング。バルトフェルドとエレガント。ウィングのエレガントでおなじみとりあえずカッカシードのトラさんでおなじみバルトフェルド隊長。ありがとうバルトフェルド沖あゆさんだったんだウィングは見てなかったからわからなかった。ダブルオーダとブリングとデバイン。朱色の髪色のイノベイドだね。ブリングはガラッツ、デバインはエンプラスに乗ってた。後に戦闘タイプ量産イノベイドとしてガガにも乗ってる。リアル闘神名見慣れなくてビビる。好みの色合い何とは言わない。細かく塗れるんやな。やっぱワクワクさんすげえわ。ワクワクさんはほんとやばい。本郷くんのやつも十分すごいんだけどね。まあ高い物作ってて草。な、何これ。モビルアーマー？ドライセンユニコーンって前作いたっけ？3からいなかったっけ？少なくともニューにはいた。ドライセンユニコーンは3からいるね。こんなんも作れるんだなぁ。これうまいことやれば、ウォルターガンダムみたいなキメラな機体も作れそうか？それはそう夏休み中に出して欲しかった。いろいろ角度の自由利くようになった分キメラ作りやすくなってるな。また兵士いる。木星満たないバケモン出てきた。知らぬいとか斜めに向かせてキャノンっぽくできるかな。胴体小さくして隠すことできるの便利だよね。全部星1のパーツだからぐだりそう不安。動くのかなこいつ。アドバンスオブゼータデイソーコナミ感。極端にすればモビルアーマー作れるのは結構な発明だよねボールーではモビルアーマー作りで役立ちそう。モビルアーマーやんけ。ニューの時はゼイゴックっぽいの作るのが精一杯だったからな。今回スキル熟練度じゃなくてパーツ強化で解放ってことか？エッポトントルピード連射するゲテモノモビルスーツ作ってもいいのか。一応3でもやることはできる使い込まないとできないけど。まあ多金ピカにしてる。逆さまバックパックかっこいいな。レッドラのバックパックは上下逆にしても違和感あんまないな。シルエットが逆三角形になって迫力増してるね。金メッキのアルミガンダム。アルミホイール、息回すになっちゃった。起動テストとかは。まあ順当に強そうだし。声優さんの名前で呼ぶの草。順調やん。彼とブルック打つときちゃんと脇の下に構えてんな。チュートリアル的なやつなのだろうか。ミヒトとも鉄血は知らなんだか。自分が出演してない作品まで把握する方が珍しいから仕方ない。忙しい方々だし出てない作品だとどうしてもね。ハシュマルバトアラの悪夢が蘇る。ニューの悪夢も蘇るんだよな。ハシュマル。結構序盤にハシュマル出るのかなプルーマいない分ちょっと楽かもね。ニューの時はプルーマ大量召喚して突進させてきてたな。体力多くないか。おじちゃん。草。事故ってシューティングモードになって焦るの初心者あるある。ヤングももう60近いからな。あ。ドラムガンってどのモビルスーツのやつだ？多分リオー。自決リオーか。MG こんな序盤に落ちるんか。ジオラマやらせたら延々やってそうだぞ。自分のわかる話題が来て生き生きするおじさん。ラストシューティングの構図で延々盛り上がるおっさんたち。ガンダムフレーム系もカメラアイのエフェクトいけるのか。確かヤングの言ってる通りビームエフェクトをつなげて作ってたはず。こういうエフェクトがあるんじゃなくてビームつなげて作ってんのか。スタックがめっちゃ頑張ったやつ。秘宝誰もやりあるを知らない。ダブルオーに飛行機エンディングみたいなこともいけそうね。後ろのトールギストラ仕様じゃん。バルトフェルドキカラーのギス2いいね。そっかバトアラのコマンドが小西さんか。こだわるタイプか。陸戦型ガンダムとザクが隣に置かれてるってどんな世界線の格納庫なんだろうか。頭なかったっぽいしザクが露隠されたとか。現場猫案件なもの作り始めたぞー。現場検証みたいな会話で草。デカ整備員で遊ぶな。マジで？名刺プレゼントいいな。未設定で草。ウォーズマンやんその場にいるマンタロウとロビンマスクとケビンマスク。ミサイルの雨好き。ストーリーネタバレを。手動でネタバレを回避しようとする無駄な努力ほんと草。ネタバレ気にするならストーリーじゃなくクエストにした方が良かったんじゃねえかな。それはそうでもまあゲーム慣れてないから仕方ない。実際にこの段階で使えるパーツは何なんだろう。起動棒立て今回は展開オンオフ式になるかな。結構早いうちにジンとザクウォーリアが手に入りそうで嬉しいギラ動画と役とも同じステージで手に入るみたいだし物 IK の改造機は早めに折れ気がはかどりそうねー。明日仕事だから一回寝るつもりだけど意外と長かったな番組あと1時間か。盛り上がりすぎて長くなってそう。まだ水曜の夜なんですわ。
この配信見るのにゲーム機使ってるから充電しないと。今回は以上になります。続いては、もうすぐ新作ガンブレ発売されるんですに対する反応集をお送りします。いやー楽しみだなー、ニューガンダムブレイカー。ニューの様々な新規要素を詰め込んだやつに殴る資格はねえ。そんな古いものを一気酸素欠乏症に。今度のガンブレはヒロイン選べるらしいぞ。割とゲームシステム変わった感あるけど俺ガン作って暴れる分には変わんねえよな。要素だけ羅列すると名作みたいになるやつ。俺はお前がどんなにひどいゲームだったとしてもバーザムを実装したことを忘れてねえからな。思い出の中でじっとしててくれ、そしてイケニューガンブレ、今は式思い出とともに。まあ4がニューの再来ではないことを祈るよ、まだ可能性としては普通にあるしな。やめろー。キメラにならないってだけで最低限の保証はされてるから。あのゲームキメラにならなくても普通に底辺なんだ、必殺技の仕様もゴミだし、ロックオン機能もゴミだし、近接コンボはないしで。俺ガンが全然かっこよく動いてくれないからゲームとして終わってるんだ。戦闘も玉入れだし、アクションに関しては3の進化版じゃなくてニューをちょっと良くしたようなクソアクションみたいな言われ方してたけど、どうなんだろうか。強化機能が製品版まで使えなかったからわからないアビリティでだいぶ変わる可能性もあるし。久々にニュープレイしてオープンネットワークテストで触った感と比較したけどレベチよ。オプションが仕様変更されてるのどうにかしてほしいな。何がダメだったんでしょうね。たとえどれだけシナリオがあれだったとしてもオープンネットワークテストの感触とちゃんとビルドできるのを加味したら入荷はさすがにありえない。作画？モデリングミスだけはなんとかしてくださいよ、細かい間違いが気になると夜も眠れなくなっちまう。お前じゃない。お前じゃないんだ。ちゃんと作ってたら割と名作になりそうな要素いっぱいあったんだよな。これいろんなところでボロクソ書かれてるけど、そんなヤバいの？ガンブレミプレイぜー。当時の KOTY で優勝者はバグだらけでまともにプレイできない製品未満って理由で優勝したけど、そいつを相手につまらないという理由だけで優勝を争ったやつだぞ。ガンブレの一番の売りってガンプラを組み合わせて自分だけの俺ガンを作ることだろ？このゲームはシステムの関係で1ステージの終わりには俺ガンが全く知らないキメラガンプラになってる、あと登場人物が面白くない二次創作みたいなキャラ付け。パーツを敵から奪って作る仮ゲーなのに人のパーツを奪って楽しいの？とかシナリオで言ってくるゲームだぞ。上でいろいろ言われてる以外にもパーツ拾える数が致命的に少ないのも致命的すぎ。今までは1ステージで30個ぐらいは軽く拾えてたのが5個に限定された上に追加で拾いたかったらマップ端のボックス前で1分待機してねとかやってられるかと。無双ゲーでキャラ解放アイテムがたくさん落ちるのに持って帰れるのは5個だけと思ってくれればストレスがある程度伝わるかな。何度も言うが戦闘中に変えるアイデアは良かった、置いて適当なパーツとキメラにするじゃねえ、交換パーツ手持ちから指定させろ。実際お出しされたもの。俺たちの望みはリライズのこれ。こんなんもあったな。ツイッターでスレガをなんとなくだけど黒歴史扱いしてほしくないな、俺やってないけどみたいなこと抜かしてるやつがいて切れそうになった。ネタで言っていなかったら乳がんに関わらず正気を疑う発言だな、ネタでもつまらんけど。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。水星の魔女のグッズやフィギュアガンプラのどれがお気に入り？に対する反応集をお送りします。今までいっぱい出たけどどれがお気に入り？自分はスレガが待ち遠しいよ。プラも全部出来が良くて安いし、ランナー少なめで組みやすい。アクアシューターズが遊び会あって楽しい、ガチャポンの小道具とか持たせたり単車乗せたりしてる、贅沢言うならスレガの顔とても欲しかったね。ふわころが思ったよりずっと可愛かった、あとは手のひら舞ってるプラモとか同フィギュアはモビルスーツキャラ問わず無限に欲しい。チョコリンマスコットが可愛くてお気に入り、手のひらも楽しみ。トモヌイのぬぼーっとした感じのデフォルメも可愛くて好き。出づらいって話だったから男キャラのプライズや出来のいいフィギュアが出たのは本当に嬉しかった。モビルスーツはダメでも別にキャラだけならグッスマに貸してもいいだろ、バンダイさんよ、粘ドロイドくれよ。アーツは不満ないけどアーツミにはな。純バンダイ製のシャニマスは粘ドロイド出せるのに、ガンダムとウルトラとライダーとドラゴンボールとワンピースはカタクナに出させないからな。一瞬もう寝なさいのジジイに見えてしまった。ガンプラ初心者だったから初めてが難易度低いダリルバルデでよかったしお気に入り。ガンプラ初心者としては稼働する出来の良い立体が組み立てるのが苦じゃなかったらお手頃価格で手に入るのは衝撃だったな。エアリアル安くてビビった。
水星の HG は何としても敷居を下げるんだって気概を感じる。簡単安価シンプルでいて見栄えも良くってのが徹底されてる。ルカップが可愛いジャンルによってはデフォルメ具合にこれじゃない感あったりするシリーズだけど、水星のキャラは当たり。御三家男子でフィグアライズとか粘ドロイドみたいなカスタムできるフィグアを出してほしい。ルカップ気に入りすぎて同じキャラで2個買った元のキャラらしさも残ったいいデフォルメだよね。サーティミニッツシスターズモビルスーツ版のスレガみたいなやつが欲しいけど、サーティミニッツシスターズ部門って明らかにガンプラ部門より力弱いどころじゃなくて境界戦機部門より弱いから望みが薄すぎる。書店のアクリル絵柄良いしお気に入り、ただでかいのであの絵柄でガシャポンくらいの小さいアクスタ出してほしい。チチュパイセンのライズがスレッタからめちゃくちゃ進化を感じたので今後とも続いていってほしいですね。グエルのマグカップはグッズだけど普段使いできて気に入ってる。普段使いを考えた時一番くじのタオルは押しダブリ分はカブガンとアスダコウにしとけばよかったかなって今さら少し後悔してる。余ったのはフレームに入れて飾っとこう。タオルもフレーム飾りとかあるのか。でももう壁がポスターだらけで貼るとこねえは今掃除して一番くじグッズのスペース作ってるとこだけど。水星にゃんこが可愛くて好き。角キャラのデフォルメめっちゃ好き。スレッタの腹が良い。キャラ香水がすごく気に入っている。複数買ったけど、どれもとても良い香りで全種揃えたくなってる。ルカップ可愛い。手のひらも届くの楽しみ。ふわ衣だけど水星キャラはデフォルメと相性がいいと思う。ガンプラは拡張パーツのセットに別売りのディスプレイスタンドも入ってるのも嬉しい。まだ買いに行けてないけどめちゃくちゃ好き。このシリーズちゃんと仕上げようとすると地獄を見るけど、正面から見るだけならシールだけでもかっこいいよ。武者ガンダム買うの子供の時以来だけど、せっかく道具もあることだし部分塗装くらいは頑張ってみたい。俺は5号が好きだ。5号の手のひらフィギュアポーズや表情が5号らしくて届くのが楽しみだ。手のひらやるカップ他のキャラも出ないかな。ソフィノレの立体が一つでいいから欲しい。トモヌイの5号が発表された時から一目惚れして、ゲーセンでもウンクレでも頑張ってようやくゲットした。実物の出来が良くてお気に入り。前髪で隠れてる部分もまつげの刺繍がされてて本当に可愛い。アクスタもいっぱい買ったが立体物の満足感は別格だった。フィグアーツもっと出ろいっぱい出ろ。ソフィノレは自動的に2枠空からスルーされがちなのが辛い。汗べで愛用しまくってるよ。ルカップ可愛すぎて2個目検討中。2個買いよ。市販の胴体付け替えて可動フィグアにもできる。ぬいぐるみ系だとふわコロリンが可愛すぎて直しの大きいのが欲しい。チョコリンは小さいのに細かいところまでできててすごいし可愛い。グエルの泣きほくろもちゃんとあって感動して2体お迎えしたわ。持ちますがなんかハムスターとかそういう生物っぽく見えて可愛いんだ。ふわコロビッグ好き。アクアシューターズはガチャポンクエストとすげ替えられるみたいだから今度回してみたいな。あれお値段がなかなかするよね。回数回すこと前提とするとなかなか。手のひらは彩色見本を見てから頭の中の判断力がぶっ壊れた。音を聞いて2体予約してしまっている。自分もぶっ壊れて2体予約したよ。ほんといいよね。手のひらはスレッタ5号グエルを予約したな。グエルは買う予定なかったんだけどおっぱい見たら欲しくなった。手のひらクオリティ高いよな。腕足腹の肉感がすごい。ルカップは特典のカンバが欲しくて、アニメイトで買ったカンバハルカップの代わりに持ち歩けるから届いたらますます愛着湧いた。全校集会の SD イラストもいい感じだからあの絵柄のグッズももっと欲しいな。ルカップメカぐるみ角キャラやっぱ立体いいよね。あとはボールペン。やっぱメカぐるみが好き。第2弾もアクスタ以外のグッズ出してくれ。ルカップは座布団も缶バッジも欲しくて大量買いしたけど買ってよかった。あまりにも造形が神。一つは完璧に保存して10年後にも大切にしていきたい。メカぐるみ一番くじのアクリル系はもちろん、ガンプラプライズルカップ手のひら等の立体もクオリティがかなり高いので全て2体以上確保しないと安心できない。生産終了した後のこと考えたくない。全校集会グエルマグカップは上でも挙げられているけど普段さりげなく使えて最高。個人的一番満足感あるのは第1弾一番くじのビジュアルアクスタ。モビルスーツの迫力とキャラの躍動感がセットで味わえてキャラ萌え気味の自分でもうおーいいなって毎日見てても飽きない。でもどのグッズもグエルの泣きぼくろはしっかりついてて愛があって好き。カード出すかな。自分がスレミを推しってのが大きいんだろうけど、ホロで指輪が光る演出を加えたのは天才以外の何者でもないと思う。アクスタガチャのデフォルメ可愛くて好き。学生パイロットは確定だったのもいい。グッズといえば円盤のモグもし書き下ろしえってグッズ化しないんかな。スレミオ以外のキャラデザのモグモシの書き下ろしイラストって貴重だからグッズ展開したらめっちゃ財布緩むぞ。一番くじのアンケートに書いとくか。
ルカップ派ね、セリアの猫耳つけると可愛いんだな、これが。いいことを聞いたかってくる。耳の部分を切って剥がせる両面テープで取り付けるとあらまあ可愛い、 3.5 割増し、尻尾もつけると超可愛い。X で見かけたけど可愛かった、尻尾もついてるよね。トモヌイとかに自作の服で着せ替えしてるのも器用ですごいなーってなる。タチエアクスタとガチャアクスタキャラがあらかたで揃ったから。メカぐるみメカぐるみご参加欲しい。各種アクスタ一番好きなキャラはほとんどの種類集めたけど揺れるアクスタが特にお気に入り。今まであんまり買ったことがなくて透明な板に印刷されてるだけやんけなんて思ってたけど綺麗でいいね。手のリンズのシンプルで間抜けなフォルムが愛おしくて好きだ。なんか虫みたいになってるし、なんだあの触覚。手のリンズならハロの耳のはず。うん、知ってる、ハロの耳だからミッキーの耳みたいにすればいいものを、手のリンズでは虫の触覚みたいに表現されてんのがアホ可愛いんだよ。シードで出てる小さいぬいぐるみ可愛い。あれ水星でも欲しかったな。今までガンダムはガンプラしか買ったことなかったからこんなに金がかかるのかとおののいてる。他の好きなアニメやゲームは推しキャラのグッズはここまでバカスカ出ないし、主人公とはいえアクスタだけでしかも書き下ろしがこんなに出るのかって。メカぐるみ2段すぐ売り切れたのか、全く見かけん。1段はまだ残ってるけど、正面から見たら確かにあの形になるけど、だからって頭上から見ても別に丸くないんだよな、マジ触覚。フィギュアなら初めての購入になったルカップとチョコリンマスコットが可愛くて好き。ぬいはふわコロリンかな、丸いフォルムとエラン3人揃うのがいい。本当は粘土炉が欲しいけど出ないんじゃしょうがねえなと買ったけど、ルカップが存在良かった。昨日2個目ポチったし、ボディも買った、今気がついたが服がない。ふわコロとかルカップってどこで買えるのかわからない。自分もう10年以上アニメのグッズなんて買ってないんだよ。リアル店舗ならアニメイトとかネット通販ならアマゾンやアニメイトオンラインやアミアミデルカップならまだ普通に売ってる。ふわコロは今から新品を探すのは相当に難しいが、アニメイトの在庫検索とかで探してみるといいよ。ありがとう、後で探してみる。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。水星系のガンプラってさに対する反応集をお送りします。クオリティお化けすぎない？ランナーも少ないし組みやすいよね。 C 型ジョイントはちょっとあれだけど。バカじゃないか、褒め言葉。SD ガンダムの方でこれ再現するためにキラ鋼復活しているという。これどういうこと？これはインモールド成形といってね、あらかじめ色々な模様をプリントしたフィルムをパーツ内に封入することでシールなしで高度な色分けと立体感を実現できるすごい技術なんだ。本来この技術はとても高価でガンプラに使ってたら採算が取れないはずなんだが、なぜか最近のガンプラと30年くらい前の SD ガンプラには採用されてる。むしろ30年前のキラ鋼どうやって作ってたんだ、完全にオーパーツの類だろあれ。ちょっとでもずれると失敗だから相当難しかったらしい。そんで大量廃棄の失敗作出るから無理ってなったらしい。 C ジョイント以外は満点あげれるべき。でも塗装を考えたら現在最新フォーマットのシードフリーダム系のはめ込み式もちょっとね、ザウォートの質関節みたいなタイプがもっと流行ってくれたらな。あのジョイントはちょっと LBX 思い出した。シードフリーダム系というかライフリとかはあの構造じゃないと多分背負い物の重量に負けるからしゃあない。新技術を練り込んでその上でお値段中堅どころのガンプラの凄さを物語る何か。最初から超大量生産が確定してるからクオリティにかけられる予算が潤沢なんやろな。このクオリティでこのお値段ガンプラ触ってると他のプラモが高く感じるけど、ガンプラが安すぎるんだよな。水星機体連続でいくつか組んだ後に HGCE デスティニー組もうと思って箱開けたらランナーこんなに多かったっけ？ってなった。水星のキットがランナー少なめであのクオリティ組めるのがおかしいといえばおかしいんだが、感覚おかしなるで。ダリルバルデがランナー3枚なの、改めて考えてもイカれてるよマジで。箱開けた時不安になったよ、3枚って不良品掴んだかと。兄弟機のシュバルゼッテも3枚だぞ、ジェターク脅威の技術力。シュバルゼッテの箱が他と比べて薄くてびっくりした思い出。プラモってこのクオリティでこんな安いんだって思った。水星は利益よりとにかく手に取ってもらって普及することを優先してる気がする。バンダイがいろいろ狂ってるだけだからよそのお高いと思わないでくれよな。イヤホンとランナーの時点で鎖が完成してますとか、血色の良い肌の再現のために赤ランナーの上に薄く肌色乗せますとかどうやってんだ。ダリルバルではガンプラ初心者の自分でも組みやすかったからおすすめできる、何よりいろいろポーズできてかっこよい。
おまけにザウォートヘビを除き在庫も充実してるからお手軽に組めるんだ。なんでザウォートヘビだけ売ってないんだ？独立傭兵に人気らしい。マジレスすると全然再販してないから初版が2023年の4月で、5月と6月に1回ずつ再販して移行してないんだ。様々な作品のロボを出してる SMP は結構値が張るけど、それも納得のクオリティしてるんだよな。というか1万超えしてるのが全体で見るとまだ少ない方っていうコスパの良さもあってバンダイ大丈夫かと思う。関節がすぐプラプラになるのがね、ベギルペンデとか縦持ちの方の手がすぐ行く。キャリバーンに一目惚れして久々にガンプラ組んだけどここまで組みやすかったか？ここまで稼働が良好だったか？って思いながら組んでた。直組で墨入れしただけで大満足なクオリティだったし良い買い物したわ。スレガはクオリティ高すぎてロボット魂や超合金に全く触手が動かないのが無理やりひねり出した難点、あとは虹パメ固定なのが不満くらい。赤パメキャリバーン欲しい人からしたら需要あるんじゃね？ガチモデラースレッタの人、赤マッキー人じゃないよ。で簡単にパーメットライン赤くして赤パメキャリバーン再現してたんだよね。なので100均で赤マッキー買ってきて塗れば簡単に赤パメにできるんだ。マジだ、そんな小技があるのか。というかガチモデラースレッタはどうやってこうなることを見つけたんだ。なんか参考になるかと思って覗いたらいきなりダメージ加工してて怖くて泣いちゃった。この人は一般のモデラーがやることを2レス目と3レス目の間に終わらせるからな。いきなり串打ちまで終わってるの。ボブが顔見てる気分だ。水星から入ったド素人だけどガンプラ作る43ってみたいなイメージだったから極論ニッパーがあれば組み立てられるのが衝撃だった。イージーに至ってはニッパーすらいらねえ。びっくり卵シリーズ再販来ねえかな。今なら鉄血や水星でも売れると思うんだ。今のバンダイのランナー樹脂めちゃくちゃ柔らかいからイージー以外も手でもいでつま先でランナー後カリカリしてごまかすだけでそこそこの見た目になるの怖い。久しぶりにクモウとニッパー買って帰ったのに歯を当てる前にポロポロ外れてビビったよ。ザウォートヘビは特定層に大人気だからな。加えてネーム度が乗らない量産機ってことで再販もない。シュバルゼッテとかのロボット魂が即時売り切れにならないのは HG キットの出来がいいからってのがマジで原因であると思う。メタルとかでないノーマルのロボ魂って元からそんなに即時売り切れしてたっけか。元からノーマルロボ魂はあまり気味初のリアル系立体化だったファントムですら余ってたし。鉄血あたりから始まったいかにコストを抑えた上で色分けとか満足にできるかどうかの到達点ではあると思う。バンダイの設計技術もあるけどデザイナーたちもその辺考えてそうだよね。このあたり鉄血一期の頃に売れまくってガンプラ工場で隠すること決定したんだっけ。ついでにいろんな技術開発してたのかな。昨日中古屋で買った RG のダブルオーザンライザー組んだ後に HG エアリアル回収型組もうとしたらなんかランナー少なく感じて一周回って不安になってきた自分にタイムリーなスレだな。水星系はおそらくデザイン段階でプラモ化した時の稼働、色分けを計算に入れてるんだと思う。今までのガンダム作品ももちろんキットか前提のデザインではあるんだけれど水星系は特にというか、鉄血も開発期間を縮められるように共通の内部フレームを採用したり細身でパーツ数少なくして価格抑えられるようにしてたりと、方向性は違えどデザイン時点で色々と頑張ってた印象がある。水星のモビルスーツってデザインから色分けやパーツ数の削減を視野に入れててシンプルにしてる気がする。ひるがえってシードフリーダムのモビルスーツ見るとおごってごてって思う。これは方向性の違いであって決して優劣ではないんだが。シード系はガンダム作品の中でも特にモルデザインだからな。ちょっと背中にモルデザインが多すぎたってことでダブルオー以降はそういうデザインを控える方針になったみたいだけど。ガンプラは進化の歴史。組み立ててプラも設計してる人ってすげえって思う。ダメージ加工はな怖いわな。バンダイ脅威のメカニズム。水星系に慣れた後、一昔前のフガックを組むとランナーの多さに驚く。出来が良いだけにアニメの活躍が悔やまれる。バオリが動く姿が見たかった。アニメ組はバオリパックが独立起動できることを知らずに終わっちゃったんだよな。デミバーディングってバオリってつくから副座席タイプのモビルスーツか？アニメだとマジで機能がさっぱりわからなかったモビルスーツだったな。ただ脚本の都合とはいえ結果的に損傷ほぼ皆無で貴重な運用データ取れたからジェターク併合したのと合わせてブリオン社大勝利だよね。あれ言っちゃあれだがジェタークのはどれも単純な構造してるからだぞ。細身だったり複雑な分割やギミック仕込んだりしてる他に対してどでかいモナカ割りの部分の多さよ。手元にジーレコや鉄血での同デザイナーキットがあるから見比べたけどパーツの細かさはむしろ下がってる。
これもプラモ化前提でデザインしたから連携が取れた恩恵なのかな。成形技術が大幅に上がって複雑な形状のパーツを一つのパーツで作れるようになったのがかなり大きい。昔だったら細かいパーツをいくつも合体させないと作れなかった形状が単純なモナカ割りで作れるようになったというのが正確なところだと思う。個人的にパーツ数削減のためとはいえ下半身特に足がスカスカなのはいただけないな。上半身の密度は高いからトップヘビーに陥るし膝関節 CG ジョイントの保持力の弱さと合わせて倒れやすくなる。あと組んで手分割線がモールドをまたいだり合わせ目をとりあえず段落ちモールドにしておきました感あふれる雑な配置も。その辺はスタンド前提で割り切ってるような気もする。ええ、腕には簡易フレーム入れてるんだし他系統のキットみたいに足にもフレーム入れるべきだったと思えて仕方ないあの面積広めの側部は飾りか。フレーム機構は鉄欠であんまり良い結果にもならなかったからなぶっちゃけ見えなくなる部分にプラスチックをぶっ込んでもコストが上がるだけで意味がないし。MG なんかはフレームにとらわれた結果複雑化高価格化して行き詰まってるし RE100 はその辺を単純化させて初期の MG みたいにキットを出すってコンセプトだったんだけど。フルメカニクスは盛り上がってもいいよね。なんかずれてるが簡易フレーム構造自体は水性キット全般で使われてるぞやリアル系列やグラスレイ系とか特に。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価チャンネル登録コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。